エビブリシゲナベイベーアローハー。今県ハワイ、今日のハワイワイキキ波情報のコーナーです。はい、今日ね2020年、5月の、23日土曜日です。はい、ハワイねまだ外出禁止令、解除されてないんですけど、ビーチは解禁になりました。なんでねこういう感じでパーティーになってますよ、若い人たち。はい、ということでですね、今日も波情報行ってみましょう。はい、で波情報なんですけど、今日はですね手持ちで、立ったまま、やりますんで、ちょっとブレるかな。はい、我慢してください。はい、今日ね天気すごいです。はい、ただね雲があるんで、少し日差し柔らかくていいかな。はい、じゃあねカヌーズ寄ってみましょう。はい、カヌーズなんですけど、今ちょうどアウトからねセット入ってきましたね。はい、今日のね波のサイズ223ももから腹です。でね風は、西北西でね、なんと今日風風速8マイル、風速 3.5 メートル、すっごいですよこれ。昨日までね風速22マイル、20マイル以上だったんで、すっごい風、今日本当穏やかです。街中歩いても全然風吹いてない感じです。はい、でね今日気温は27度、水温は25度。クイーンズの方今映してみますね。クイーンズ、ちょっとセット入ってくる感覚長いかな。人もあんまりいないですね。はい、なんでカヌーズ戻しましょう。はい、で今日の態度なんですけど、敗退が、今日ねこの後5時5分です。あ、ごめんなさい、今ね3時前です。はい、3時前のワイキです。はい、でね今日はサンセットサーフが上げいっぱいからちょっと引いた感じになるんで、どうでしょうかね今日の感じ。あれ、ごめんなさい、今日結構映ってなかったかな、カヌーズ。ごめんなさい。それで、何話したんだっけ、今日のねサンセットサーフなんですけど、はい、上げいっぱいから引いてくる感じになるんで、またねきっとねハイタイドはボヨンボヨンでしょうね。はい、ということでね今県今日は入りません。ただね明日の明日なんですけど、波情報によると3-4サイズが上がるみたいなんで、朝ねあと朝老体なんで、ちょっと入ろうかなと思ってます。はい、ということで、今日どうかな、セットまた映してないかな。はい、まあ土曜日のワイキキなんでこんだけ人多いですよね。はい、ということで、じゃあ、今日サクッとですけど波情報終わりにします。はい、じゃあまた明日日曜日なんでいい波乗れたらいいっすよね。はい、そういうわけで Thank you so much、 マハロー、バイ。